アメリカ空軍の戦闘機 F-16 と F-15 の一種変態と KC-135 空中給油機アメリカ空軍の B-2 戦略爆撃機空軍とは航空機を主な装備とし航空作戦航空戦を遂行する軍隊の一種航空機の発達によって第一次世界大戦に登場して各国軍部に高く評価され 第二次世界大戦以後は、陸軍や海軍と並ぶ主要な軍種となっている。空軍とは、航空作戦の遂行を任務とする軍隊の一種で、ある。ライト兄弟が、飛行実験を成功させて、以来、人間は、航空機を使用して地表面を離れ、空中を起動することが可能となった。航空との意義とは、陸地や、海上の地理的な制約をほとんど受けずに、 地球上のすべての地点に到達できることである。アメリカにおいて航空戦略思想を啓蒙した軍人、ウィリアム・ミッチェルは航空機の登場が戦争に決定的な影響を及ぼすことを強調している。前線から遠く離れた後方に攻撃目標が存在していても、それが上空から確認される限りは航空攻撃が可能なためである。具体的には、 前線から最も離れた、整形中枢の首都、港湾や空港、重要な幹線道路などの任意の目標が破壊される、可能性が出現したのである。回線に伴う危険が高まるため、回線は可能な限り回避され、また海線した場合も、極めて短期間で勝敗が決定するものと、推測できる。この主張は即座に、 陸海軍の存在意義が消失したことを意味しないが、陸海軍にはない決定的な任務を備えた軍種として空軍の重大性を確立するものである。空軍の戦略的威力について、1893年に開かれた世界コロンビア博覧会の軍事会議で、イギリスの軍人フラートンは海戦の遂行にも空の支配が必要であり、戦争の勝利は航空隊が 敵の首都上空へ到着することで決定されると主張した。このような空軍の重要性に関する主張は、イタリアの軍人ジュリオ・ドゥエによって体系化されることになる。第一次世界大戦で陸海軍が航空機を航空偵察や支援戦闘、対航空戦のために運用するようになると、ドゥエは戦略爆撃の効果と独立空軍の創設を制空で論じるようになる。 ドゥエが展開した理論の中核にある概念は、制空権である。制空権とは、ある空域において、排他的に航空を完成する状態である。これを確保するためには、敵の航空機を、空域から空中戦によって排除し、さらに敵の航空基地に対して、攻撃を加えなければならない。この制空権を確立する作戦を行うためには、戦闘部隊や、 爆撃部隊などから構成される独立空軍が編成されなければならないとデュエは考える。もし独立空軍がなければ陸軍や海軍が健在であっても敵による成形中枢への戦略爆撃を許し戦争に敗北することを余儀なくされると空軍の重要性を強調した。つまり戦争における空軍の戦略的な役割は航空偵察や 陸海軍の部隊に対する支援戦闘に始まり、後に、制空権の確立と、戦略爆撃の実施へと変化していった。ミッチェルは、空軍による防衛において、ドゥエと同様に独立空軍の設置を主張するが、同時に、軍事航空だけではなく国家の全般的な、航空能力を、エアパワーと定義し、民間の航空産業を保護することも主張している。 これは、優れた空軍を維持するためには、航空機や飛行場を維持するだけでなく、愛国的で卓越した技量を持つ、航空要因と工業生産力が不可欠であるという考えに、基づいており、現代の航空戦略の概念として受け入れられている。空軍の作戦能力は、航空機によって構成されている。航空機は一般に機関により推進力を、 主翼により、揚力を得て、空中を飛行する能力を持つ交通手段である。航空機は1903年12月17日に、ライト兄弟がアメリカでライトフライヤー号の飛行実験を成功させた時には、木材で骨格が作られたものであり、ガソリンエンジンを動力として、プロペラで推進する簡単な服用機の構造を持っていた。しかし、 第一次世界大戦で運動性や武装などが改良され、偵察機、戦闘機、攻撃機、爆撃機という軍用機の基本的な機種が成立する。この大戦を通じて、ドイツ軍の空襲を受けたイギリスは1918年に、世界で初めての独立空軍である、イギリス空軍を編成している。第二次世界大戦では、金属素材の単用機が登場し、 航続距離、運動性、並走が改善されただけでなく、ドイツ軍で開発された電撃戦において、航空部隊は、近接航空支援で、敵前線に戦車が突撃を加える突破口を形成する役割を担った。一方のイギリス空軍でもドイツ空軍に対する近代的な防空システムを構築して本土への攻撃を退けた。また、 アメリカでもセバルスキーによる空軍力による勝利で戦略爆撃機とそれを護衛する戦闘機の生産を拡大が推進された。工学者ロバート・ゴダードはロケット工学の研究でジェット機やミサイルの基礎技術を導入している。戦後間もない1947年に新設されたアメリカ空軍では核兵器を運用するための戦略爆撃の能力を拡大し、 長距離航空を支援するための空中給油機が導入されるようになる。空中給油を実施することでより幅広い地域に渡って航空戦力を展開することが可能となる。空軍の意義は冷戦後の湾岸戦争でも高く評価され、多国籍軍による精密誘導兵器を用いた戦略爆撃はイラク軍の戦闘能力を低下させることに成功した。 空中戦の起源はギリシャ神話などで出てきているが昨今の空軍とは除外される。そもそも飛行機が使われていないためである。確かな空軍戦力が戦場に投入された始まりは1794年のフルーリュースの戦いにてフランス軍が偵察のために気球を使用したこととされる。飛行機の歴史は1903年アメリカの ライト兄弟の飛行から始まる。初期の飛行機は空を飛ぶことに専念し、戦闘に使われることは想定されなかった。1911年9月から1912年10月の井戸戦争で、イタリアが2隻の飛行船に加えて28機の航空機を投入して、偵察を行ったのが、戦場で航空機が初めて登場した戦争になった。 第一次世界大戦当時の偵察、爆撃機 MF-11 航空機が戦力として本格的に注目されたのは第一次世界大戦である。大戦初期、航空部隊の任務は偵察のみで戦闘に携わることはなかったが、途中から戦闘機や爆撃機が誕生し、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ、カナダ、イタリアなどの国で多数の戦闘機や爆撃機が生産。 使用された。この時期に、イギリス陸軍航空隊、フランス陸軍航空隊と、ドイツ陸軍航空隊が組織として誕生した。その後ドイツ陸軍航空隊は、敗戦により解体されたが、イギリス陸軍航空隊は、イギリス空軍に形を変え現在まで続いている。この対戦では、戦闘機同士の空中戦、ドイツ飛行船、爆撃機による、 夜間都市爆撃、イギリス海軍機によるドイツ軍基地攻撃など今までなかった新しい戦争の形態が出現した。航空機のもたらす偵察情報はしばしば戦闘に大きな役割を果たし、砲兵観測は既存の直接射撃主体の砲兵の戦術を一新する、等、航空機は陸戦の勝敗を決する上で非常に重要な陛下となった。 第一次世界大戦が終了し戦艦期に入ると、対戦参加各国の航空部隊は大幅に縮小された。当時の飛行機は、木製で、耐久性に乏しかったため、大部隊を維持するには常に大量に更新する、必要があったためでもある。その中で、イタリアのジュリオ・ドゥエ少将は、将来の戦争は、戦略爆撃が戦争の勝敗を決する。 胸の構想を明らかにし、アメリカのウィリアム・ E ・ミッチェル・ジョン賞は、航空爆撃の効果を重視し爆撃機の攻撃により、戦艦を撃沈できることを証明した。これらの見解は、将来の戦争形態について、各国の関係者たちに少なからず影響を与えた。1930年代中期まで、 各国空軍は技術の進歩に合わせて新しい機体を採用しつつも規模は小さいままであった。1930年代後半にアドルフ・ヒトラーが率いるナツスドイツが再軍備を宣言し空軍を急速に増大させ、スペイン内戦には主に新型機材で構成されたコンドル軍団を投入し、戦果を上げるとともにベルナーメルダースがロッテ戦法を シュバルム戦法を考案するなど、運用面でも進化を遂げた。これに対抗して、イギリス、フランス、アメリカ、ソ連などが空軍の強化を開始し、極東では日中戦争やノモンハン事件を戦っていた大日本帝国の陸軍と海軍も航空部隊を増強した。特に陸軍では既存の士官学校とは別に航空商工要請に特化した。 航空士官学校を設立、陸軍将位候補者制度により、巡士官か士官パイロットの将校、指揮官等用、実戦部隊と支援部隊の空地分離化などが推し進められ、海軍では山本56の主導の下従来の戦艦主体の艦隊から、航空母艦を主力とする海軍への切り替えが始まった。この時期イギリスは、 空母搭載機も空軍に所属していたがこれは不合理で、海軍用の機体は地上を基地とする機体に比べて、更新が大幅に遅れた。イギリス海軍が対戦前半に複雑戦闘機フルマーや複用攻撃機ソードフィッシュで戦った原因はここにある。その後イギリスも空母搭載機は海軍所属に変更した。 バトルオブブリテンで活躍したイギリス空軍のスピットファイア戦闘機第二次世界大戦では空軍は戦争の主力となった陸上でも海上でも制空権を有する側が勝利を得た大戦初期ドイツは制空権を握った空軍の電撃戦によりポーランド進行戦やフランス進行戦で成功を収めるがバトルオブブリテンの航空戦で敗北 対ソ連戦のバルバロスサ作戦では、電撃戦で当初は、ソ連軍を圧倒したものの、台風作戦の失敗により戦局は停滞する。太平洋戦争初期の日本の陸海軍航空部隊は、パイロットの優れた技量と集中投入によって、マレー電撃戦や真珠湾攻撃、ビルマ攻略戦、フィリピン攻略戦、ライン攻略戦などの南方作戦において、 イギリス、アメリカ、オランダを圧倒した。真珠湾攻撃や、マレー沖海戦の結果、長年海軍の主力であった戦艦はその座を失い、航空母艦が海軍の根幹となり、大戦中は多数建造された。しかしながら、ミッドウェー海戦の敗北により主導権を失い、以降は特攻までせざるを得ない、消耗戦に引きずり込まれる。さらに、大戦中期に連合軍は、 大反抗に転じ、次第に数軸軍を圧倒するとともに、航空戦力をもって、制空権を奪回、確保していった。第二次大戦では、公表の都市への絨毯爆撃が、盛んに行われ、直接戦闘員以外の損害も著しく増えた。最終的にドイツは、連合軍による戦略爆撃と地上戦による、ドイツ全土の占領により、無条件降伏し、 日本はアメリカ軍による戦略爆撃に加え広島、長崎への原子爆弾投下により、大日本帝国陸海軍は無条件降伏、第二次大戦は終戦となった。第二次大戦中に生産された機体数はアメリカが約30万機、ソ連が約15万機、他の国も数万から10万機を生産し戦場に投入した。 組織として独立した空軍を保有した主な国はソ連イギリスイタリアフィンランドフランスドイツでアメリカ、日本の2国は陸軍航空部隊と海軍航空部隊をそれぞれ主力航空戦力として要した。対戦中に対戦哨戒機やヘリコプターが実用化され飛行機による物資、人員の輸送とともに空挺部隊も一般化した。 1947年9月18日、アメリカ陸軍航空軍が空軍となり、陸軍から独立した。主要国でも、組織としての空軍が一般化した。例外としては、スイスやオーストリアなどは、現在も、陸軍の所属であり、名義上では、空軍として独立していても、指揮系統において、陸軍の元に位置する。また、 ソビエト連邦などの東側諸国などでは防空任務を行う防空軍が空軍とはさらに別の組織として設立された。日本においては再軍備の途上である保安隊、警備隊時代には戦前同様に航空部隊は保安隊、警備隊に分属していたが1954年に自衛隊に改組される際に 国際の数制に従い航空自衛隊として分離独立することとなった。冷戦時代は空軍の任務として敵対国への核爆弾攻撃が重視され各国で多数の爆撃機が開発された。これらの爆撃機は一万一の事態に備えて整備され、いつでも核爆弾を搭載して飛行できるように準備されていた。戦闘機。 爆撃機とも1950年代にはジェット化された。第二次世界大戦末期にドイツで開発された V2 ロケットは大戦後に核爆弾を搭載した大陸間弾道ミサイルに進化した。これらの攻撃を探知し防御することも空軍の重要な任務となった。また、仮想敵国の情報を入手するため専用の偵察機が主従製作され運用された。 一方、発展途上国においては、戦闘機、爆撃機を戦略上必要とせず、また、価格的にも高価であることから入手せず、コイン機のような廉価かつ操縦性のたやすい機体が選ばれるようになった。これは、冷戦時代を背景に、各地で左翼ゲリラ活動が行われるようになり、従来の戦闘機、爆撃機ではリスクが合わなくなってきたためである。 こうした動きは、ベトナム戦争において、アメリカがアルジェリア紛争においてはフランスがこうした任務の期待の必要性を痛感したことも一因となった。冷戦が終結した異国間の全面戦争の危険が後退した代わりに、アメリカは自国本土を含む世界のあらゆるところで多様な敵と対戦する必要に迫られた。 この状況に対し、アメリカ軍は2002年4月以後統合軍運用を基本とし、空軍単体としての運用はなくなった。また、偵察衛星や無人航空機の進歩により、パイロットの危険を伴う、有人機による敵地偵察飛行は重要性が低下した。軍隊共通の組織体制に関しては、軍隊組織形態を参照。部隊の編成は、 国や時代、装備機種によって一様ではない。例として、最小単位となる2機編隊を、分隊、2個分隊からなる小隊、複数小隊からなる飛行隊、飛行中隊がある。これら分体、小隊、飛行隊、飛行中隊は、基本的に同一の機種で編成されている。この飛行隊は、航空軍、飛行軍、飛行船隊、航空隊として構成され、 整備隊、補給隊、防空隊、施設隊、警備隊、航空管制団などからなる支援任務軍や専属の司令部と合わせて独立的な作戦行動を取ることができる航空団、飛行団となり戦闘機を主要な戦力とした航空団、飛行団は戦闘航空団、飛行団と呼ぶ。この2個以上の航空団、飛行団から編成された部隊が航空師団、 飛行手団であり、これは任務によって様々に改変される場合もある。対戦哨戒機について、空母搭載航空機について、対空兵器について、戦略核ミサイルについて攻撃ヘリコプターについて、ありがとうございます。